皆さんこんにちは、タクチチャンネルのみーです。今回は久しぶりの声出し動画ということで、今日から稼働されましたドラゴンボールヒーローズゴッドミッション4弾の排出結果と配列のご紹介をしていきたいと思います。今回ですね、だいたい300枚くらいやってきました。今回も山ごとにご紹介していきたいと思うのですが、トレード等は募集していないので、その点はご了承ください。それでは紹介していきたいと思います。ちなみに今回の狙いのカードはシークレットのダーブラゼノか、あとアルティメットの新しく出ました孫悟飯青年期のスーパーサイヤ人3が欲しいですかね。はい、それでは、今回もですねサクサク紹介していきたいと思います。今回ですね全部キラキラしてるんですね。ノーマルカードが全部こういう風にホロ加工されてあります。それでは行きます。孫悟空、ヤムチャ、ピッコロ、ピラフマシン、亀仙人、孫悟空少年期、ゴテンクス青年期、こちら SR になります。チャオズ、ミスターブー、スラック、天津飯、孫悟飯青年期、こちら今弾のキャンペーンカードになりますね。ビルス様になります。すごいキラキラしていて、こちらもかっこいいですね。ミスターサタン GT、 ミスターサタン、ウーブ青年期、孫悟空少年期、天津飯、ミスターサタン、ヤムチャ、ハン幼年期、ビーデル、クリリン少年期、バーダック、ピラフマシン、ベジータ、 SR のタンバリンですね。トランクス幼年期、クリリン少年期、孫悟空、パン幼年期、キャンペーンのベジータになりますね。こちらもかっこいいですね。ミスターサタン GT、 マジンブーゼン、グレートサイヤマン、スーパーレアのこちらサイアックマンですね。ツルセンニ、ゴテンクス、ベジータ、孫悟飯青年期、孫悟空、ゴテンクス、孫悟飯幼年期、トランクス青年期、ビーデル、孫悟飯 GT、 トランクス青年期、チャオズ、ウーブ青年期、クリリン、 SR のシュンシュンですね。ピッコロ、孫悟空少年期、ミスターサタン GT、 ジャッキーチュン。はい、そして出ましたね。こちら欲しかったのでとても嬉しかったですね。アルティメットの孫悟飯青年期になりますね。すごいかっこいいですよね。こちら欲しかったのですごく嬉しかったです。裏面はこのようになっていまして、アビリティも結構強いですね。使っていきたいなと思います。続きまして、こちらの山を紹介していきたいと思います。孫悟空 GT、ベジータ、ウィス、ヤムチャ、ガーリックジュニア、SR のシュンシュン、孫悟天、トランクス GT、孫悟飯青年期、孫悟飯幼年期、キャンペーンのベジータ、ツルセンニ、クリリン少年期、トランクス幼年期、孫悟空、ミスターサタン GT、ミスターブー、グレートサイヤマン、SR のボーン将軍、パン幼年期、ベジータ、ヤムチャ、孫悟天 GT、SR の神様、亀仙人、天津飯、孫悟飯少年期、孫悟飯青年期、チャオズ、孫悟天、そして出ましたね、こちらシークレットのダーブラゼノになります。このダーブラ使ってみたんですけど、時空転送でトワを呼び出すことができまして、このトワがですねダーブラに向かってお兄様って言うんですけど、私ゼノバース遊んでいないのでちょっとわからなくて、なんだろうなと思ったので、ぜひ知ってる方がいましたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。こちらかなり強力なカードでした。とても嬉しかったです。それではこちらの山を紹介していきたいと思います。こちらもサクサク紹介させていただきます。孫悟空 GT、 トランクス GT、 ヤムチャ、キビトシン、 SR のピッコロ大魔王、ベジータ GT、 孫悟天、ウィス、孫悟飯 GT、 パン幼年期、キャンペーンのビルス様ですね。こちらはウィスと一緒に写ってる方のキャンペーンになります。ウーブ青年期、天津飯、亀仙人、ピラフマシン、孫悟飯少年期、孫悟空、サイアックマン、こちら SR ですね。亀仙人、パン幼年期、鶴仙人、トランクス GT、
ミスターサタン、ミスターブー、ウーブ青年期、SR の神様ですね、孫悟空 GT、 ベジータ、天津飯、ピッコロ、グレートサイヤマン、チャオズ、はい、キャンペーンのベジータになります。ベジータ GT、 ピッコロ、孫悟天 GT、 ジャッキーチュン、ミスターブー、 SR のハルハル、ヤムチャ、バーダック、ウィス、ピッコロ、孫悟天 GT、 ビーデル、ネイル、孫悟飯少年期、チャオズ、ジャッキーチュン、クリリン、そしてこちらかぶってしまいましたね、アルティメットの孫悟飯青年期になります。はい、こちら2枚目になりますね。今回はですね、こちらちょっとかぶってしまったんですけど、すごくかっこいいので嬉しいなと思います。はい、こんな感じですね。続きまして、こちらの山を紹介していきたいと思います。ノーマルの方もですね、だいぶ被ってきましたので、雑談を交えながら紹介していきたいと思います。今回ですね、結構浅いところに UR とかシークレットがあったので、前回よりは全然やってきてないんですけども、あ、こちらキャンペーンの孫悟空ですね。こちらもすごいかっこいいですよね。キラキラしていて、この箱押しだけじゃなくてですね、細かいホロ加工もすごく豪華にされていますね。で、今回は結構少なめなんですけども、すごく欲しかったカードが出てくれているので嬉しいですね。はい、最近本当に、あ、こちら SR のゴテンクス青年期になります。最近ゆっくり の実況ばっかりなので、こうして実際に声を出して撮影するっていうことが全然ないので、すごい緊張しておりますね。はい、こちらキャンペーンのベジータになります。最近マインクラフトの実況を始めたんですけども、PC 版のマインクラフトをやっていまして、私 PC 版は初心者も同然なので、全然ですね、詳しいモッドとか便利系モッドとかわからないので、ぜひですね、あ、こちら SR のハルハルですね。ぜひですね、モッドの方、こういうの入れたらいいんじゃないかっていうのがありましたら、コメント欄の方に記載していただけたら嬉しいなと思います。そういえばですね、もうすぐシルバーウィークが始まると思うんですけど、皆さんは何して過ごすんでしょうかね。はい、 SR のボーン将軍になります。私はですね、学校の方がありまして、それとあと動画編集もあるので、そちらで全部使っちゃうんじゃないかなと思います。皆さんは楽しんでください。そして出ましたね、こちら、もう一つのシークレットのターブルになりますね。こちら OVA のキャラクターになりますね。はい、こちらもまさか当たると思わなかったので、すごく嬉しかったですね。今回シークレットが2種類とも揃ったので、とても嬉しいです。はい、裏面のアビリティも結構強いですね。絶対に気絶しない。さらに自分が攻撃を受けるたび、自分以外の仲間のパワーが永続で5000アップ毎回ということで、こちらも強力ですね。今後使っていきたいなと思います。以上がドラゴンボールヒーローズゴッドミッション4弾の排出結果になりました。今回ですね、こちらの動画だけでなく、プレイ動画の方もアップしていますので、そちらも合わせてご視聴していただけると嬉しいです。